おはようございます。皆さん、こんにちは。生き物チャンネルです。今日はね、ここ、長野公園に、やってきました。今日はね、目的は、野鳥観察ということで、長野公園の中で、野鳥の観察っていうのをしたいなと思っております。はい。まあ、野鳥観察ということでね、初めてね、野鳥観察される方おられると思うんですけど、必要な装備としては、こういう双眼鏡ですね。双眼鏡は絶対必要だと思うんですけど、僕のはちょっといいやつですけど、普通の大体双眼鏡、大体10倍から、8倍、もしくは8倍ってあるんですけど、それぐらいの倍率のやつ選んでいただいて、で、なるべくね、安いやつでもその視野が広いやつ選んでいただく方がいいかなと思います。で、それで、見ていただくと、まだ、見やすいかなと思います。はい。まだ、こんなで、こういうカメラですね。僕みたいなこんなすごい、バカチョンって言うんですけど、こういうカメラは別に使う必要はなくて、普通のなんでもいいですけど、望遠が効くようなカメラがね、あれば、いいかなと思います。はい。ちなみに、この、なんでバカチョンって言うんですか？いや、レンズがすごいバズーカみたいな。バズーカとも、別名バズーカとも言いますけど、こういうふうなね、カメラ、一眼レフですね。一眼レフカメラを、別に、一眼レフじゃなくても今は、最近では、コンデジでもいいの出てますんで、ズーム効くやつが。で、そういったのを選んでいただいてね、撮影する場合は、そういうのを使っていただいたらいいかなと思います。はい。で、装備っていうのは、主に、動きやすい服装と、こういった双眼鏡と、カメラぐらいでいいかなと思います。特にあとは図鑑ですね。図鑑を持っていれば、図鑑があると、この鳥が何かなとかすぐ分かりやすいんで、そういったものをお持ちいただけるといいかなと。最近ではね、スマホでも簡単に調べることできますんで、そういった意味では、絶対必要ってわけで、図鑑は絶対必要ってわけじゃないんですけど、はい。そんな感じですかね。で、あとね、野鳥観察する時間帯なんですけど、大体朝がいいですね。小鳥とかね、活動しだすのは朝が中心です。で、今はね、冬場なんで、冬場やったら、それほど今、こういう朝方、昼ぐらいまでいっぱい、ほぼ日常ぐらいでも活動してますんで、全然大丈夫なんですけど、特に夏場ですね。夏場昼場になると全然いなくなるんですね。暑いからという理由もありますし、やっぱり茂みとかに隠れてしまうんで、夏場はね、もうものすごく朝早く行った方がいいです。僕なんか野鳥観察する場合、夏場はね、5時とか、それぐらいの方から観察します。はい。っていうぐらい朝早く行かないとなかなか見れないんで、じっくり観察したい、ゆっくり観察したいなって思う方は、朝早めに行くことがおすすめです。はい。で、場所はね、いろんな、環境があると思うんですけど、ここ長野公園ですけど、長野公園はね、残念ながらね、鳥の種数は多いんですけど、数そのものは実は少ないんですね。冬場は多少多いんですけど、そういったいろんなね、野鳥の、見れる場所っていうのは多分ネットとかね、で調べるといろいろ検索すると出てきますんで、そういったところ調べていただいて、行っていただけるといいかなと思います。おすすめとしてはやっぱり冬場ですね。やっぱ落葉していると、夏場とかやっぱり葉っぱ、特に落葉広葉樹なんかもう葉っぱつけてますんで、葉っぱの中に野鳥が隠れてますんで、なかなか枝かぶりとかしてて、姿が見えなかったりとか、そういうことありますんで、夏場は主に声だけの観察になることが多いんですけど、冬場になるとね、やっぱり葉っぱも落ちますし、双眼鏡でしっかり観察することができるかなと思いますんで、やっぱり冬場の方がおすすめですかね。秋以降、冬場にかけて。で、あと、カモ類とか、そういった水辺とかやったら、そういったため池とかね、そういった場所を探していただいていると、冬場だったらカモ類が生えてたりとか、で、海辺だったら海岸沿い歩いてみたりとか、河川敷でも結構いろいろな鳥が見れたりとか、環境によってそれぞれ鳥の種類が異なりますんで、そういった場所をね、探していただければいいかなと思います。はい。